江戸川乱歩作黒トカゲその第八回魔術師の会議酔っ払い騒ぎがあってから二時間ほどのち急報に接して大阪から帰った岩瀬氏と明智小五郎とが主人の居間でこの不可解な出来事について慌ただしい会話を取り交わしていたそのそばには岩瀬夫人とばあやとが控え 責任者の2人の所性も呼び出されてかしこまっている失策でした僕はまたしても油断しすぎたようです明智はいかにも申し訳がないという様子であったいやいやあなたの失策じゃないこれは全くわしが悪かったのです娘があまり沈み込んでいるものだからついかわいそうになって応接間などへ連れ出したのが悪かったのです 油断といえばわしこそ全く油断をしておりましたよ。私たちも不注意でございました。女性に任せておいて安心していたのがいけませんでした。岩瀬夫人も同じようなことを言う。しかしそういうことは今更言ってみても仕方がありません。それよりも我々はお嬢さんがいつ応接室を出られたか、そしてどこへ連れ去られたか。 その点を確かめななければなりません明智が帰らぬごとを打ち切るように言った「さあそれですってそこがわしにはどうも下せんのじゃがおい倉田お前たちは脇見をしていたんじゃあるまいなお嬢さんがあの部屋を出て行くのを気がつかなかったのじゃあるまいな」岩瀬氏が尋ねると倉田と呼ばれた書生の一人は。 少し憤慨の面持ちで答えた。いや、断じてそんなことはありません。僕らはちゃんとドアの方を見張り続けていたのです。それに、お嬢さんがせつ間から他の部屋へいらっしゃるためには、どうしても僕らの立っている廊下を通らなければならないのです。いくらなんでもお嬢さんが目の前を通りなさるのを、僕らが見逃したはずはありません。<laughs> お前たちはそんな生意気なことを言うが。 それじゃどうしてお嬢さんがいなくなくったのだ。それともお嬢さんはあの頑丈な鉄格子を破って飛び出していったとでも言うのかえどうだね鉄格子が外れてでもいたかね岩瀬氏は感情が激するとつい憎まれ口を聞く癖があるようだ書生はたちまち恐縮して頭をかきながら分かりきったことを正直に答えるいえ鉄格子どころか カラス窓さえもかけがねを外した形跡はありませんでした。とれ見ろ。それじゃあつまりお前たちが見逃したことになるじゃないか。まあ、お待ちください。どうもこの人たちが見逃したようにも思われません。見逃したといえば、お嬢さんだけではなくて、あの酔っ払いが応接前入るところも見逃しているわけです。いくら不注意でも。 二人もの人間が出たり入ったりするのを気づかないでいるというのはともありそうもないことですな明智が考え考え言ったいかにもありそうもないことですだがそれがあったのじゃ岩瀬氏はなおも毒口をたたく明智はそれにかまわず続けた鉄格子も破れていない書生さんたちも見逃していないとすると 結論はたった一つ。あの応接室へ入ったものも出たものもなかったということになります。ふん、すると、さないがその酔っ払いに化けたのだとでもおっしゃるのですね。冗談じゃない。わしの娘は役者じゃありませんぜ。ご主人、あなたはお嬢さんに新しくできた椅子をお見せなすったのですね。その椅子は 今日届けられたのですかそうですあんたが出かけられて間もなく届いたのです妙ですねあなたはその椅子が届いたのとお嬢さんの誘拐との間に何か偶然でない繋がりがあるようには思われませんか僕にはなんだか明智はそう言いかけたまま目を細くしてしばらく考えに沈んでいたがはっと顔を上げると 何かかしらら意味のわぬことを口走った。「人間椅子あんな小説家の空想が果たして実行できるのだろうか」そして彼はすっくと立ち上がると何か非常に興奮した様子で人々に挨拶もせずいきなり部屋を出て行ってしまった人々は名探偵のとっぴな行動にあっけに取られてしばらくは口を利くものもなく ぼんやりと顔を見合わせていたがするとたちまち明智の駆け戻ってくる足音がして廊下から怒鳴るのが聞こえた「長い子をどこへやったのです」「応接間に見えないじゃありませんか」あ「ああ明智さん落ち着いてください」「椅子なんかどうだっていい」「わしたちは今<ん>娘のことを心配しているのだ」岩瀬氏が声をかけると明智はやっと部屋の中へ入ってきたが。 まままだだ立ちはだかったまま同じことを繰り返すいや僕は長椅子の行方が知りたいのですどこへやったのですかすると所生の一人がそれに答えたあれはつい今しがった家具屋の職人が受け取りに来たので渡してやりました張り替えさせるようにという奥様の言いつけだったものですから奥さんそれは本当ですかええ 酔っ払いが破いたり汚したりしてあんまりむさいものですから急いで取りに来させましたの岩瀬夫人がままだそれとも気づかないで取りすまして答えるこうでしたか、はあ困ったことをしてしまったなもう取り返しがつかないいやもしかしたらそうだもしかしたら僕の思い違いかもしれないちょっとそのお電話を拝借します 明智は吉がいめいたことをぶつぶつつぶやいていたかと思うと、いきなりそこの卓上電話にしがみついて受話器を取った。君、その家具屋の電話番号を教えてくれたまえ。女性がそれに答えるのを口移しに、明智は交換手へと怒鳴った。ああ、N 家具店ですか。こちらは岩瀬の屋敷です。最前、長椅子を取りによこしてくれたのだが、 あれはもう君の方へ着きましたか。へえ、長いっすよ。かしこまりました。どうも遅くなってすみません。実は今店のものを伺わせようと思っておりましたところでございます。受話器の向こうから尊敬な返事が聞こえてきた。え、なんだって？これから取りに来るんだって？君、それは本当かい？こちらではもうさっき渡してしまったのだが。 明智がもどかしそうに怒鳴り返すえそんなはずはございませんがなお前どもでは誰もまだお屋敷へ伺っておりませんのですが君はご主人かねしっかり調べてくれたまえもしや君の知らぬ間に誰かこちらへ来たんじゃありませんかいいえそんなことはございませんまだ私はお屋敷へ伺うことを店の者に伝えておりませんので 伺う道理がありあませんそこまで聞くと明智はガチャンと受話器をかけてまた立ち上がってどこかへ駆け出し祖母にしたが思い直して今度は土地の警察署へ電話をかけ捜査主任を呼び出した明智は岩瀬家の客となった最初の日まずこの捜査主任と懇意を結んでおいたのでこの場合それが十分役立った「僕は岩瀬家の明智ですが」 例の酔っ払いが汚した長椅子ですねあれを家具屋の名を語って屋敷から持ち出しトラックに積んで逃げ出したやつがあるのですどちらへ走ったかは分かりませんが至急手配をしてそいつを捉えてくださいませんかそうですそうですあの長い子です人間椅子え人間椅子いや冗談なもんですかええそうでしょう 他に考え方がないじゃありませんか。では、お願いします。僕の見込みは決して間違っていないと思います。いずれ後から詳しくお話ししますけれど。そうして電話を切ろうとすると、今度は先方から意外な報告がもたらされた。え逃亡したそいつは非常な手抜かりですね。酔っ払いと思って油断したうん。それは無理もないけれど、 あいつとんだ食わせ者です黒トカゲの手下に決まっている欲しいことをしましたねまだ捕まりませんか何分よろしく全力を尽くしてください人の命に関わることだ二つともね長いすの方も水管の方もではまた後ほどガチャリと受話器の音明智はがっかりしたようにそこにうずくまってしまった 一座の人々は異常な緊張で電話の声に聞き入っていたそして一句ごとにこの名探偵のとっぴな行動の理由が分かっていくように思われた「明智さんお話の様子で大体わしにも事の次第が分かりましたわしはあんたのご明察に驚き入りましたいやそれにもまして賊のこの思い切ったずば抜けた手品には 開いた口がふさがりませんよつまりあの酔っ払いを装った男が仕掛けぼした長椅子の内部に隠れてどっかで家具屋の作った本物とすり替えたのですねそして応接間には人間の入った長い椅子が据えてあったというわけですねそこへ早苗が入ってゆく男が椅子の中からそっと抜け出して娘を「ケ吉さんあいつはまさか娘を殺したのでは?」 岩瀬氏はぎょっとして言葉を切った「いや決して殺すようなことはありません」「軽ホテルの場合でも分かっている通りあいつは生きたお嬢さんを欲しがっているのです」「明智が安心させるように答える」「うんわしもそうとは思いますがねそれから正気を失った娘を今まで自分の潜んでいた長椅子の内部のうつろの中に入れて蓋を閉める」 そうしてあいつめ長椅子の上に寝そべって酔っ払いの真似を始めたのですね。しかしあの汚れ者ああお見事です。ご主人も黒トカゲに負けない空想家ですね。僕の考えもその通りなのです。あいつの恐ろしさはこういうずば抜けた考え方によってバカバカしいトリックを平然として実行する肝っ玉にあるのです。今度の着想などは。 全くおとぎ話ですよ。ある小説家の作品に人間椅子というのがあります。やっぱり悪人が椅子の中へ隠れていたずらをする話ですが、この小説家の口頭向けを黒トカゲはまんまと実行してみせました。今お話の汚れ物にしてもそうですよ。あらかじめそういう液体を用意しておいて、口からではなく、瓶から長い椅子の上にぶちまけたのです。ええ。 瓶ですよほらあのウイスキーの大瓶あの中に残っている液体を調べたらきっとヘドの匂いがすることでしょうそれとても実は昔々の西洋のおとぎ話にある手なんですそのおとぎ話の方はヘドではなくてもっと汚いものでしたがねであの酔っ払いは警察の留置場から逃げ出してしまったとかええ逃げ出したそうです酔っ払いも 長椅子もおとぎ話のようにどっかへ消え失せてしまいました。明智は思わず苦笑したが、またきっとなって付け加えた。しかしご主人、僕はいつか K ホテルでお約束したことを忘れはしません。ご安心ください。命にかけてもお嬢さんを守ります。決して取り返しのつかぬようなことはしないつもりです。どうか僕を信じてください。 僕の顔色を見てください。あざめてますか心配らしい影でも見えますかそうではないでしょう。僕は平気なのです。この通り平気なのです。明智はそう言ってにこやかに笑ってみせた。虚勢とは思えない。彼は真から微笑しているのだ。人々は頼もしげに明るい名探偵の顔を見上げた。 エジプトの星宝石商令状誘拐事件はそのあくる日の新聞記事によって全国に知れ渡った土地の警察はもちろん大阪府の全警察力を挙げて早苗さんの行方捜査が行われた江戸川乱歩作「黒トカゲ」その第8回「エジプトの星」途中まで。